こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、私がね、今度ね、買おうとしているものを、ここで、記録的にね、動画に撮って、とどめておこうかと思います。大体これ欲しいなと思ったら、いつの間にかね、私はね、手に入ってるというか、買ってることが多いんですけども、最近の買い物は、大きいもので言うと、セルシオですよね。これ30代の頃、ずっと、セルシオはね、乗り継いできたんですけども、今、隠居して、車を一旦手放してですね。その時にも、セルシオの30乗ってたんですけども、それを手放して、しばらく半年ぐらい移動手段がない生活だったんですけども、スクーターを買ったりとかね、それから車は軽自動車を買ったりとか、ベルファイアとトランザムを一緒に買って、で、この度ね、セルシオを買って、車に今溢れてるような感じなんですよ。駐車場もちょっとね、契約を増やさないと、ちょっと置くところがないんでね、みんな車体が大きいんで、通常私の自宅ってのは3台止めれるようになってるんですけども、大きい車ばかりなんで、軽自動車と、トランザムを置いたらもういっぱいいっぱいなんでね、だから、よそに2台ぐらいをちょっと足さないといけないかなってところなんですよね。それはともかくとして、今度買おうとしてるものは家なんですけども、実は古民家を探してですね、今、北海道だけでも16万軒の空き家ってのがあるそうなんですよ。あ、違う。正確に言うと、0円で販売してる、空き家が16万件です。ですね、全国規模で言うと、数百万件の0円、もしくは、例えばね、10万円以下とかね、100万円以下の中古住宅、土地付きがあるってことなんですよ。どんな家でも、誰かが建ててるんですよね。夢と希望を持って、ここに住もうと思って建ててるわけなんですよ。だから、それなりにこだわりがあったり、そこには、その人のね、住む人の思いがあったり、喜びや幸せがあったと思うんですよ。ですんで、安いからといって、二束三文にすぐなるものではなくてね、そこに住む人がどういうふうに、その家と付き合っていくか、どんな思い出を作るか、だと思うんですよね。ですんで、私の趣味としてはね、今ね、一年間ね、いろんな田舎の家を探すってところだったんですよ。新潟とか、金沢とか、福井とか、奈良とか、こういったところには、土地の広い古民家が本当にね、手頃な値段で売ってるんですよね。車も何台も止めれるぐらいのスペースがあったりとかして、移動手段さえあれば、住むのには全く困らない。特に私みたいに、会社勤めをしていない人間にとっては、住まいってのは別にどうでもいいんですよね。1時間以内に、なんと言いますかね、買い物ができるような空間があれば全く困らないんで、今みたいにね、道路がパシッと整備されちゃうと、はっきり言ってどんな辺鄙な土地でもね、住めちゃうわけなんですよ。はい。で、そろそろね、私の今考えてる家をちょっとね、動画で紹介しようと思いますんで、画面を切り替えていきますね。はい、こちらになります。今回ね、大幅値下げをしていただいた、大正、昭和、平成、令和、つまり、大正時代に建てられた家なんですよ。これがね、私のね、本当にね、すごくいい家だなぁと思う家なんですよね。もちろん、建物は100年ぐらい経ってて古いんですけども、それがまたいいんですよね。これが中庭っていうんですか、外観の最も大きいところですけども、トップから行きましょうか。ほら、外から見ると、敷地内に玄関から入って、こんな感じになってますよね。で、部屋の中こんなんですよ。すごいですよ。大正ロマン溢れるでしょ。で、これ玄関。ちょっと画面の切り替わり早いですね。照明。なかなか風情ありますよね。で、これが私のメインの部屋になるところです。屏風もすごいかっこいい。ほら、広いでしょ。で、ここ欄間っていうところですか。これも素敵ですよね。これが廊下の電気です。で、廊下ですね。長くて大きいですね。これがお客様をお迎えする部屋です。天皇陛下が泊まりそうな部屋でしょ。すごいいいでしょ、これ。ね。これが書斎ですね。部屋何個あるんやって感じじゃないですか。これが、縁側ですか。縁側も広い。これ何に使えばいいんでしょうね。いや、掛け軸も立派ですね。これは何の部屋かわかりませんね。これもね、私の好きな空間ですね。これがね、お手伝いさんが住み込みで住むとこです。これが外側です。焼却炉もついてます。で、こうやって、ししおどしがあって、屋外にもこうやってね、話し合うテーブルがあるわけですよ。これは何度かなんかですかね。倉庫ですかね。で、調理場がありますね。調理場も使いやすそうです。
料理教室をやっていた時期もあるそうなんですよ。で、これが中庭になりますよね。とにかくね、敷地も広いんですよ。あ、調理場もう一回映りましたね。はい。あとはループかな。結構いい家でしょ。ね。これ、5、6000万しそうでしょ。少なくとも私が今住んでる家よりは高いんじゃないかなと思ってるんですけども、実はね、結構ね、買いやすそうな値段なんですよ。もう私だったら本当にすぐ買いますね、これは。だからといって数百万っていう安さではないです。まあ1000万単位ではするんですけども、いやでもね、これはね、私の懐状況と私の欲しいっていう意欲にベリーマッチしてるんで、とりあえず内見会に行こうかなと思うんですよ。内見会って言ってもね、別に申し込んで、私がその担当者の方と二人でぐるぐる回るだけなんですけどね。ちょっとこれ行ってみようかなと思うんですよね。この家に住むわけじゃないんですけども、ちょっと別荘的に使おうかなというところですね。もしくは何かここでね、やろうかなと思うんですよ。商売とまで行かなくても、まあ人をお迎えするか、ここを使っての放送ですね。うん。まあ十分ね、ここで新規で放送しても、多分ね、回収できるぐらいの今プランがありますからね。なかなかいい家でしょ。うん。まあそれだけなんですけどね。はい。すいません。お付き合いいただきましてありがとうございました。